起きな、王子。着いたよ。どうやら工場の方で騒ぎが起きてるらしいね。でもうちらは指示がなきゃ介入できない。市民の面倒あんたたちに頼んだよ。ああ任せて。じゃ気をつけて。ノクト似合ってるよ。似合ってねえよ。防護服は一着しかない。単独で最も戦えるのはお前だ。諦めて頑張ってきてくれ。あー聞こえる？市街駆除引き受けてくれてありがとう。その間にミスリルの加工はやっとくから。先に一人ハンターが入ってるけど、多分一人でなんとかなる数じゃないから、協力して駆除してよ。あとちょっと嫌なお知らせ。死骸が発電機をいじってるみたいでさ、出力次第じゃ爆発するかも。急いでね。上がっ、おう援軍か。あ、まあな。ここの奴らはなかなか手強いぜ。はぁ、お前さ、あんたもハンターなら分かってると思うが、油断すんなよ。ついてこい、行くぞ。嫌がった。一気に叩くぞ。やばい。変わった戦い方すんな。どっか王様に。だろ？あんたもやるじゃん。一人で修行でもしてたのか？まあな。駆除はもういい。避難して。発電機がやっぱい。あとちょっとで爆発するよ。俺を信じな。ちゃんと片付ける。あんたはどうする？なめんな。楽勝だわ。なら俺も負けてらんねえな。行くぞ。頼りになんじゃねえか。元からだろう。また頼むわ。任せろ。じゃ戻るか。お疲れ。ミスリルは加工しといたよ。そっちのハンターさんもありがとね。うん。グラディオ、先に入っていたハンターというのは。そういうこった。しばらくぶりだな。待て、傷増えた。箔がついたろ。改めてよろしく頼むぜ。ノクト兄さん、偶然。
エリス。お、悪いな、ダスティ。兄さん、戻ってきたんだね。迷惑かけたの謝った？そこで早速働いてもらったわ。そこで？あ、じゃあミスリル用意できたんだ。それなら私がシドさんに持ってくよ。先に皆無に戻って待ってるから、ノクトたちはしっかり準備してから来て。先に皆無に戻って待ってるからノクトたちはしっかり準備してから来て。アナ、カップヌードルのお店寄らせてくんねえか。俺もカップヌードル好きだけどさ、グラディオがハマってんのなんか意外。簡単に作れて気軽に食えて、しかもうまい。初めて食った時は衝撃だったぜ。ああ、普段いいもの食べてるから逆に新鮮だった感じね。いらっしゃい。カップヌードルはいかがですか。ありがとうございました。またどうぞ。授業中にふと思ったんだがよ、いい素材を使った料理ってのはそれだけでうまいだろ。ならカップヌードルにとびきり上質で新鮮な具を乗せたらどうだろう。極上になるはずだ。そこでだノクト、お前が一番好きな具は何だ。カップヌードルの中のエビは味も形も完璧だ。60種類以上の中から選ばれたほどだからな。だがあえてそこに挑戦していく。面白いじゃねえか。そうと決まれば実践あるのみだ。ダイナーで情報を集めるぞ。はいはい、付き合えばいいんだろ。イリスの手料理楽しみだな。それは聞き捨てならないな。いや、イグニスのはもちろんだけど、女の子の料理ってのがさ。ねえねえ、灯台入れて撮ろうよ。俺たち爽やかになれると思うよ。無理じゃねえか。後でな。じゃあ後で爽やかになるか。
ノクト、もう出発だね。言いそびれていたことがある。何？すまなかった。陛下を守ることができず、何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。守りようがなかったってな。ね、分かってやってくれ。別に分かってるし。ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし。いくら結果が変わんねえとしてもだ、抱えたもんを話してくれねってな、辛いもんだ。お供が護衛じゃねってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。先方が大いに越したことはない。これをやる。武器だけでなく魔法も使え。準備できてんだろ。さっさと乗りな。どうした？